皆さんどうもこんにちは、マイピカです。いやもう今ね、仕事から帰ってきてすぐ見たんですけども、日本でもね、あの α7S3 かな、画面に映ってると思いますが発表されました。でそれに関するね、今回は僕なりの感想をちょっと言っていければいいかなと思います。まあ皆さんにも参考になることもね、言っていこうかなと思ってますので、ぜひね最後まで聞いていただければいいかなと思います。はい、で買おうかなと思ってるんで、買い次第ねレビューをしようかなと思います。はい、で今ね、海外の YouTuber とかが α7S3 を使ってレビューとかを上げてるんですけども、僕はね、まあ、GH5S とか GH5 とか、他の動画機も持ってるので、α6400 も持ってるかな。だからそれら4台でちょっと比較とかしていこうかなと思ってますんで、興味のある方はねチャンネル登録していただければいいかなと思います。で発売日がですね、10月9日になるみたいですね。これは予想外ですよね。あの8月の半ばぐらいに発売されるんじゃないかなと思ってたらさ、ね、10月っていうことで、でこれ欧州かな、ヨーロッパは9月でしょ確か、っていうのもあって、なんで日本だけ遅いみたいな、日本だけかどうか分かんないけど日本遅いですよね。うん、だからねこういう状況になると多分ね、台数の確保も日本だけ少ないかもしれないよね。だから早く予約しないと売り切れになってしまう可能性があるかもしれないですよね。で予約の開始がですね、8月4日の朝の10時、僕仕事なんでどうしようかなと思ってます。いやーどうしようかなみたいなさ、買いたいんですけど、さすがにね、まあこれ45万ぐらいするカメラなんで、まあ売り切れっていうことは多分ないと思うんですけどもね、うん、ちょっとどうなのかっていうところではあるんですけどもね。はい、でまあ外観がねこんな感じになってますね。で横がこんな感じですね。開いた感じは出てないのかな。で、こんな感じですね、左側かなこれね。でこういう風に、でこれ HDMI 端子がやっぱでかいやつになってますね。うん、これミニじゃないくて良かったですよね。このこれだとねプロ仕様に普通に耐えれると思いますね。で、USB Type-C で、で USB Type-C で給電ができて、しかもですね、高速充電かな、パワーデリバリーだったっけに対応してるみたいで、モバイルバッテリーから急速充電できるんで、これはねめちゃくちゃでかいですね。 GH5S とかね、 GH5 使っててもね USB Type-A なんですよ。 GH5S についてるやつだったかな。なんでね Type-A なんで遅いんですよね、充電が。っていうのもあって、これでね早くなるってことは、じゃあね、あのモバイルバッテリーじゃないわ、あの予備バッテリーを何個も持たなくてもいいんじゃないかと、1個か2個ぐらい予備バッテリーのさ数を減らせんじゃないかっていう期待はありますよね。ちょっとそこは期待してるんですけどね。で上から見た感じが、あこんな感じになってますね。はい、まあ、皆さんもねなんか思うことがありましたら下の方にコメントしていただければいいかなと思うんですけど、僕直感で思ったのが、あのここのさ露出ダイヤルっていらなくない、動画撮ってる人からすると多分使わんと思うんだけど、これだって明らかに写真用でしょ、まあ、一応写真機能もねあるんですけどもね、まあ、写真目的で買う人もいるとは思うんですけども、主にね成形写真とか、うん、でも使うのかなっていうのがあるんですよね。で今回あの α7S3 になって、増面位相差のセンサーだったっけを搭載してるのかな、みたいなんですけども、まあ、増面位相差ってさ、コントラスTFかよりもTFの速度が速くて、だけど狭いと、なんていうかな、範囲がっていうもんだよね確かに。でもね、なんかね、ソニーの、ページ見てると、なんかコントラスト AF と位相差 AF を併用した、ものって書いてますね。あ、それが増面位相差なんか。ちょっと俺ね、センサーそこまで詳しくないんですけども。ただね、増面位相差ってね、当然センサーの中に、あの瞳分割とかなんかしてさ、あの、まあ、組み込むやんか。っていうことはね、画質が劣化すると思うんですよ。だからね、成形写真を撮る人ってさ、増面位相差のセンサーがそもそもいんのかなっていう疑問はあるんですよ。っていうのがありますね。あとは、まあ、この露出ボタンが使うのかどうか、いらないんじゃないかと思うんですけども。あとは、まあ、GH5S とかにはついてるんですけど、左側にダイヤルがないですよね。ここのスペースがちょっともったいないかなっていうのはありますよね。まあ、熱処理の関係で入れれなかったのか、こういうとこ入れるとね。っていうのはありますね。ダイヤルがちょっと1個しかないっていうのがちょっと寂しいところではありますよね。GH5S ね、何が便利かっていうとね、ここにもう1個ダイヤルがあって、あの連写とか単写とか、あとはタイムラプスとか、あとはシャッターボタンを押すと2秒後にシャッター切ったりとかっていうのがもうダイヤルでできるんですよ。だからねめちゃくちゃ便利なんですよ。あのソニーのやつがねどういう風になってんのかちょっとわかんないんですけど、ほぼあの初めて使うんでね、うん、っていうのがあるんですけどね、まあ、そこはちょっと気になったかなっていう感じですね。ここにねダイヤル欲しかったかなっていうことですね。あとはバリアングル液晶になりました。
はい、これはまあ動画撮ってる人からするとね、まあ、バリアングル H 賞が一番ねベストっていうことで、あとはまあ HDMI 端子と干渉したりおそらくすると思うので、そこがどうなんのかなっていうのありますよね。パナソニックの S1H とかだったらチルトとねバリアングルをなんか組み合わせたようなやつなんで、それがね HDMI と端子と干渉することがなくなってんのかな、みたいなんですけど、これなんかもろに干渉しそうなんで、そこは気になるかなとは思いますね。 α6400 の時に思ってたのが、ここのダイヤルが異常に硬いんですよ。硬いというか結構硬いんですよね。でそれがどうなってんのかなっていうのとかはありますね。あと S ログですよ。 S ログ3で撮った時の最低ISO感度が載ってないんですよ、あの公式サイトに。あのデジカメウォッチかなんかの記事ではね640って書いてたと思うんですよ。でも事前のそのリーク情報だと160とか書いてたんで、どっちが正しいんかなみたいな。多分640が正しいのかな。640だとするとあれなんですよ、あの GH5S が320なんで、1段分ぐらい高いですよね、640ってなると。うん、まあ640なんで、まあそこまでべらぼうに高くないけどね。まああの α7S2 の S ログ3って確か1600だったと思うんで、それと比べたら減ってるんですけどっていうところ、ちょっとそこがね気になるかなっていうところはありますね。はい、あとはですね、 ISO 感度のマックスが409600かな、なんかさもうバケモンみたいな性能ですね。かなりやばいんじゃないかっていうね。 GH5S だとねログ撮影してるとね25600が最高なんですよ。でも α7S3 はね、動画でもあれなんかな、拡張じゃないやつで標準のやつで102600やったかなかなんかですね、やばいですよ。だって2段分上だから、 GH5S より25600だからね。でね、あのちょっとだけ25600の ISO 感度の映像を見たんですよ、 α7S3 のね。普通にその GH5S の25600よりかはさすがにねノイズ少なそうに見えましたね。うん、そこはちょっと期待ですよね。あとはまあダイナミックレンジが S ログ3の時に15段、 4K120p、 ただ 4K120p はクロップされますよと、まあ、ここはね仕方ないかなと思ってますね。 GH5S でもねあのフル HD のハイスピード撮影とかする時ってクロップされるんで、 120p 以上だったかな、 240p もクロップされるん で、まあそれはしゃあないかなとは思ってます。あとはですね、ついに 10bit に対応しましたね。で 4K60p までだと1時間以上記録できるみたいですね。デジカメウォッチの記事にはバッテリーがなくなるまで、記録できると、 4K60p がっていうのが書いてましたね。うん、すごいですよね、ファンレスでしかもフルサイズで。ただ海外のね英語版のソニーのやつを見たんですけども、確かね、測ってた温度が25度って書いてたと思います。はい、あの EOS R5 は23度って書いてたんで、それよりも2度は大きいんですけど、25度なんでね、真夏がどうなんのっていう不安はちょっとあります。ただこのカメラ発売するの10月で秋なんで、 うまいことかわしたなとは思いますけどもね。夏場がね、夏場使えないんでこのカメラ、来年にならないとっていうところはありますね。あとは手ブレ補正、やっと手ブレ補正つけてくれたっていうかね、 GH5S 手ブレ補正ついてないんですよ。でそこが唯一ちょっと不満点だったんで、手ブレ補正がついてるのはかなり大きい、 5.5 段分ついてますね。これはね基本的にまあ動画撮る人ってジンバル使う人も多いと思うんですけども、ジンバルでねいくつかカットを撮って、でジンバルから外して外すじゃん。でそれでリュックサックに背負って、帰ってる途中に、あこの映像を撮りたいなってなった時に素早くカメラを構えて、ボディだけで手ブレ補正ついてるから固定のカットとかは撮れるんでね、そういう使い方もできるんで非常に重宝するんですよ。で手ブレ補正がないってなってくると、いちいちまたそこでジンバル組み立ててバランス調整しないといけないんで、めんどくさすぎるし作業効率が悪すぎるんで、やっぱね手ブレ補正ついてるのはありがたいかなと思いますね。 EOS R5 と比べてまあ手ブレ補正はね少ないですけども、ただソニーはね AF があるので、うん、すごい AF が優秀なんで、そこもちょっと期待してるかなっていう感じですね。うん、あとは気になったところで言うと、バリアングルモニターなんですけども、3.0 型144万ドットなんですけどもね、これ GH5S より小さくなってます。GH5S は 3.2 型で、162万ドットかな。なのでドット数も少なくなってるし画面も小さいと。 GH5S のね画面ですらちょっと見にくかったんで、まあちょっとそこは気になるかなというところではありますね。うん、まあ外部モニター使うほど大掛かりな装備にしたくないっていうのもあるんでね、ワンマンでやるんで自分一人でそこら中なんかどっか行ったりとかするので、さすがにあんまり重すぎる装備はちょっとやめたいっていうのもあってね。うん、自動車とかでね移動する人であれば外部モニターとか積んでいけばいいんだけど、バイクに何でもかんでも積めないんでね、そこはあるんですけどね。あとは EVF ですよ、944万ドット。これはリーク情報通りでしたね。で倍率が 0.9 倍、 Iポイントは 25mm。 いやーこれもすごいですね。
944万ドットの EVF をちょっと見てみたいというのはありますね、うん、で通信機能が 5GHz 帯の無線 LAN ですね。で、ソニーのねスマホとなんか連携できるっていう風に、書いてましたね、うん、iPhone で連携できるのかどうかは分かんないけど多分無理っぽいけどね。でバッテリーはですね大容量な、NPFZ100 かな。で撮影可能枚数は EVF で510枚、背面モニターで600枚。いやすごいですよね。だってこれ EOS R5 あれでしょ、なんか300枚とか言われてましたよね。 R7S2 はね EVF で310枚でしたから、だからね200枚増えてます。 S3 の方がこれは写真ファンにとっても嬉しいんじゃないかなと思います。あの500枚も撮れるってなってくるとだいたいバッテリー1個で十分でしょ。で USB 急速充電だし、いやこれはもうマジで楽しみで仕方ないですね。で AC アダプターとかモバイルバッテリーからあの S2 時代のね3倍から4倍の電力で、給電できるみたい、やばいな。で、もっとびっくりしたのが重さがね 699g、 バッテリーとか、SD メモリーカード込みで、これはですね GH5S よりも 30g ぐらいかな、重いだけで。マイクロフォーサーとの GH5S とバッテリー込みの状態で 30g しか変わらないと、まあ、レンズの重さは違うけどね。いやこれはねめっちゃ欲しいですよね。で同時に CF エクスプレスだったっけのタイプ A のカードが10月に発売されるのかな。80ギガのやつと160ギガのやつ、これも、8月4日の10時に予約開始みたいですね。はい、これね言っとくけどめっちゃ高いからね。CF エクスプレスタイプ A の160ギガが確か4万5000かなんかでしたね。でカードリーダーも当然買わないといけなくて、カードリーダーも1万円以上するんで、で80ギガのやつがね2万5000円かなんかそれぐらいでしたね。いやちょっと待てと、いやそれ買うかどうかちょっと分かんないけどね、高いんで、うん、いやでもねちょっといつかは買いたいかなっていうのはあるんですけどね。てな感じかな、気になったのは。あとはこのソニーのね α7S3 は今回は見送るやっていう方も α7IV ですよ、皆さんが期待してる。これね8月の半ばにあのリーク情報通り出る予定であればね α7IV が秋とか冬に発売されるのかなとは思ってたんですけども、 α7S3 が10月の9日の秋ってなってくると α7IV はさ来年になるんじゃないのっていうのが、来年の CP プラスの目玉になるのみたいな。じゃあ α7IV を期待してる人は来年まで待たないといけないっていう可能性はありますよね。12月に発売っていう可能性もあるかもしれないけどっていうね、うん、そこがちょっと気になりますよね。まさか α7S3 と同じ10月に発売っていうのは考えにくいんで、少なくとも11月以降だと思うんでね、うん、まあそこら辺がどうなのかなっていうのはありますよね。皆さんはいかがどう思いましたかね。はい、またね α7S3 に関してはねまた動画上げていこうかなと思ってますね、まあ、もちろん買おうかなと思ってるん でレンズもいくつか買おうとしてて、で買おうと思ってるんでレンズもね今からちょっと何買おうかなって迷ってるんですよ。でちょっと動画も上げていこうかなと。で僕の動画見てる人は α7S3 ね、購入するっていう人もいるみたいなので、まあ、もしよろしければね、まあ、コメントとか書いていただければいいかなと思いますね。はい、まあ非常に楽しみなカメラであるんですけども、あの8月4日の朝に果たして予約できるのかどうか、仕事なんですけどもそこはちょっと気になるんですけどもね。ということで今回はこれで終わりたいと思います。はい、今後ですね8月の上旬にちょっとキャンプ行こうかなと思ってますんで、バイク乗ってね、もしよろしければね高評価とチャンネル登録していただければいいかなと思います。α6400 使った動画もねちょっと上げていこうかなと。 α7S3 のさメニュー画面も変わるんですよ。変わるんですけど α6400 でねちょっとまた使ってみようかなと思ってますね。 S3 になれるために、ソニーのカメラになれるために、ということで今回はこれで終わりたいと思います。おつぴかっていうことで、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。